はい、どうもこんにちは、中村美香です。今日はみんな大好き爆買い企画になります。今日はね、ちょっといろんなものがあるので一つずつご紹介していこうかなと思います。これすごい大きいので、これ最後にしようかな。はい、じゃあまず最初こちらボッテガさんから紹介していこうと思います。これはね、実はもう結構使っちゃっててね今戻したんですけど、こんな感じで新しいお財布を購入しました。ちゃ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 ーん、かわいくない？ボッテガのカセットバッグをね、前に買ったんですけど、それとね似たような色、ベージュカラーのお財布で、こんな感じでね、キーリングがついてて鍵をね付けれるのがすごい便利だなと思って購入しました。結構これ小さくて中ねあんま入らないですね。今カード4枚入れてて、もう結構パンパンっていう感じかな。なんかいっぱいいろいろ入れるのにはあんまおすすめじゃないんだけど、普段使い結構小さいバッグとか私持つので、普段はもうカード1枚とお金1万円だけ入れるとか、そういう感じで使うならすごい便利で可愛いかなと思います。お財布買うの結構久しぶりですね。そしてこちらがボッテガさんの新しいバッグになります。これもね、ずっと気になってたやつなんですけど、いろんな店舗行ったんだけど、どこもね、私が欲しい色が売り切れで、もうついにね、取り寄せをしてもらって、この間、購入してきました。もうね、これ定番の形だから、持ってる人も多いと思うんですけど、結構私最近カメラと三脚持ってることが多いんですけど、小さいバッグとかだと、それが、こう、マチが、ないバッグだとそれが入らなくて結構困ってたんですけど、このバッグはねすごい使い勝手いいかなと思って購入しました。これ本当はさ、すごいいろんな色があって、キャメルとかグリーンとか白とかイエローとかね、ちょっとね、遊び心がある色でもいいかなと思ったんだけど、もう本当に仕事用というか、もう雑に使いたいと思ってて、ちょっとで定番のブラックを買いました。なんかいつもさ、コーディネート合わせてる時とかに、私なんか黒いバッグ意外と持ってなくて、あ、黒いバッグあればなって思うことがね、結構多かったんですよね。だからね、これ結構ね、これから活躍するんじゃないかなと思います。今日のね、スタイリングにも結構合うかな。かわいいよね。なんか使い勝手良さそうじゃない？で、ボッテガって結構バッグ高いんですけど、なんかこのシリーズだけね、結構リーズナブルというか、14万8000円とかなんですよね。このね、デザインのやつが一番お値段的にもリーズナブルで使いやすいかなという感じです。でついでに今日のコーディネートは、このニットはこれから発売の新作で、このね、フレアのスカートはこの間発売したばかりの新作になります。中のタートルネックは実はユニクロのね、ヒートテックなんですよね。結構これ良くて2枚買っちゃったブラックカーデにカーディガンを肩掛けして、まあ、黒いバッグとかね持っても可愛いかなと思います。はい、こちらはねエトボスのコスメセットになります。私エトボスさんすごい大好きなんですけど、こちらねギフティングでいただきました。ありがとうございます。これが11月24日発売のホリデーコレクションっていうねコレクションですね。これはね、なんかアロマリミテッドボックスって言ってね、アロマのやつらしくて、サステナブルのアロマなんだって。こんな感じで、かわいい。ヒノキのね、こういう入れ物があって、こう上がちょっとこうへこんでるんですけど、ここにオイルを垂らすと香りがするっていうやつですね。火とかね、電気を使わないディフューザーらしいです。はい、こちらにオイルも入ってました。この匂いはお花とかウッド、スパイス、ハーブなど11種類の天然精油をブレンドしてるって書いてあります。お、いい匂い結構落ち着く感じの自然な香りですね。なんかベッド脇とかに置いとくといいみたい。あ、でも結構匂いする。火とか使わなくても匂いするのね。いい感じです。この感じで上にちょっと垂らしただけなんだけど、なんかすごいふわって香りが広がってますね。
はい。で、これはね、ハンドクリームって書いてあるね。オレンジ&ラベンダー。かわいい。こんな小さいサイズで持ち運びもいい感じですね。うん、結構ラベンダー系の甘い香りですね。あ、いいね。結構好きな匂い。で、こちらはね、リップバームって書いてありますね。こう、リップの下地にもなるようなリップバームが入ってます。はい、こちらはね、ミネラルアイバームのホワイトスパークルっていうカラーになります。これ私ね、3つ持ってて、他のもすごい使ってるんですけど、アイシャドウのね、ベースとしてかなり優秀でおすすめです。こんな感じで自然なツヤが出るようなホワイトカラーですね。エトボスのミネラルクラッシュ、クラッシーシャドウスターダストボヤージュっていうカラーですね。はい、こんな感じで中はね、こんなカラーになってました。すごい使いやすそうなベージュカラーから、ちょっとポイントになりそうだね、こんなオレンジのカラーまで入ってましたね。かわいい。なんか普通のやつよりちっちゃめで持ち運びにも便利そうなパレットになっています。ちょっとこの辺のコスメはね、また使ったらレポートしたいと思います。じゃあ次はプラダさんを開けたいと思います。これはね、この間プラダのパーティーに行かせてもらった時に購入した帽子になります。また帽子かいっていう感じなんだけどね。これ実はもうずっと前から欲しくて、めっちゃ気になってたやつなんだよね。じゃ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 ん、かわいくない？これはね、こんな感じのキャスケットなんだけど、こう後ろにね、プラダのマークもついてて、めちゃくちゃ可愛いっていうね。これがなんか普通に被っても可愛いんですけど、こんな感じ。これをね、なんか逆で被ってもすごい可愛くて、こっちで被るとちょっとベレー帽っぽい感じで被れて、1個でね、2回楽しめるっていう感じの帽子になっております。実はこれはね、あのミキティとお揃いで購入しました。かわいい。本当はね、この間買ってたディオールのベレー帽あると思うんですけど、あれとこれでめちゃくちゃ迷ってて、で結局ねディオールの方にしたんだけど、この間ミキティとパーティーに行ってなんか2人で欲しくなっちゃって、こっちも買っちゃったっていう感じですね。ディオールいらんかったなと思って。ディオールの帽子は結構高くて、それに比べるとね、こっちはねリーズナブルだったので、こっちだけにすればよかったなってちょっと後悔してます。もうちょっと両方ねいっぱい使おうかなと思ってます。で、そのプラダのパーティー行った時に、ギフティングをねいただいたんですけど、それがね今日お家に届いたので、それをご紹介したいと思います。じゃーん、こんな大きいさギフトがプラダさんから届きました。いつもありがとうございます。その時に撮影したお写真もね送ってくださってね、こんな感じのプラダのポストカードの中に、この間ね撮影したミキティとの写真がねこう3枚入ってましたね。嬉しい、ありがとうございます。で、こっちまだ私見てないのですごい楽しみです。はい、じゃあちょっと開けたいと思います。わ、なんかいっぱい入ってる。中はこんな感じになっています。はい、こんな感じのカクテルグラスが入ってました。しかもこれね、見えるかな、ここにね名前を入れてくれてます。めっちゃ嬉しい。これは2つあるんだけど同じやつかな。はい、こっちもグラスでした。これも名前が入ってる。2つもくれた、嬉しい。こんな感じのグラスね。あとね、これはね多分ね、そのカクテルを作るシェイカーなんですよね。シェイカーでした。これでね、こうシャカシャカやるっていうね感じですね。めっちゃ可愛くない？で、あったかな、マドラーかな、セットになってますね。めちゃめちゃ嬉しい。ちょっと私のお友達はお家に来たらカクテルを作りますよ。遊びに来てください。
はい、こんな感じで最近の購入品といただいたものの開封動画でした。どうだったでしょうか。私も今日初めて見たやつとかあったから結構開封しながらテンションが上がりましたね。めっちゃ嬉しい。ちょっとねお家でカクテル作ったりとか、この帽子も多分かなりこれから使うと思うので登用すること多いかな。コスメはねまたメイクの動画でご紹介したいと思います。もうね、お財布も使ってるし、ボッテガのバッグはもう今日早速使おうかなと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。